ジェシカ・ルーシー・フリーマン・ミットフォード、愛称、デッカは、イングランド出身の作家、ジャーナリスト、公民権運動家、政治活動家であり、ミッドフォード姉妹の一員である。ミッドフォードにある、アストホールマナーにて、ミッドフォード家の7人兄弟の第6子として生まれた。父は、第2代、リーズデール男爵デイビッド・フリーマン・ミッドフォードで、母はその妻であり、政治家及び出版社であったトマス・ボールズの娘であるシドニーであった。父が所有していたいくつかのカントリーハウスで育った。公的な教育はほとんど受けていなかったが、非常に教養があった。姉のユニティ・ヴァルキリー・ミッドフォードとダイアナ・ミッドフォードは、イギリスにおけるアドルフ・ヒトラーの支持者として有名であり、父デイビッドは生来ファシスト的だったということであるが、ジェシカは早いうちから恵まれた境遇に反抗し、共産主義を信奉するようになった。家族の中では赤い羊だと思われていたという。19歳の時、ジェシカは、はとこのエズモンド・ロミリーと出会った。エズモンドは、スペイン内戦で国際旅団に参加して、マドリードを防衛していた際にかかった赤痢から回復しつつあるところであった。ロミリーは、ウィンストン・チャーチルの義理の甥にあたる。はとこ同士はたちまち恋に落ちで、スペインに駆け落ちすることに決め、ロミリーは、スペインでニューズクロニクルの記者として働くことになった。親戚からの反対により法的な問題が起こったが、結局二人は正式に結婚した。ロンドンに引っ越して、イーストエンドに住むようになったが、その当時この地域は貧しい工業地域であった。ジェシカは1937年12月20日に娘のジュリア・デッカ・ロミリーを自宅出産した。赤ん坊は翌年5月にはしかの流行で亡くなった。後年、ジェシカはめったにジュリアのことを口にせず、1960年に刊行した自伝、令嬢、ジェシカの反逆でもジュリアを名前で呼んでいない。1939年にエズモンドとジェシカはアメリカ合衆国に移住した。様々な仕事をし、常に金銭的に困窮した状態ながらも全国を旅した。第二次世界大戦が始まると、エズモンドはカナダ空軍に入隊した。ジェシカはバージニア・フォースター・ダーやクリフォード・ダーなどと親しくしながら、ワシントン DC に住んでおり、エズモンドがイングランドに派遣された後は、夫と一緒に住むことを考えるようになった。1941年2月9日、ワシントン DC でジェシカは2番目の娘、コンスタンシア・ロミリーを出産した。夫エズモンドは1941年11月30日、ナチスドイツに対する爆撃から帰還する途中で、作戦行動中行方不明となった。ジェシカは戦争のための仕事に就くことにした。この中で、アメリカ人の公民権弁護士、ロバート・トルーハフトと出会い、1943年に結婚してカリフォルニア州オークランドに落ち着くこととなった。1944年にアメリカの市民権を取得した。オークランドで夫妻には2人の息子が生まれた。ニコラスが1944年に生まれたが、1955年にバスにひかれて亡くなった。ベンジャミンが1947年に生まれた。ジェシカは、優しくほったらかしておく精神で子育てを行い、子供たちは母がありのままで気を使わない様子だったと述べている。ジェシカは何十年も自分の母と親しく文通を続けていたが、生涯にわたって姉のダイアナとは疎遠だった。ジェシカは1950年代初頭の間、ずっと地元の公民権会議支部事務総長を務めていた。この活動と夫の放送活動を通して、ジェシカは多数の公民権キャンペーンに携わった。有名なものとしては白人女性に対する強姦で有罪となっていたアフリカ系アメリカ人ウィリー・マッキーの処刑を止めようとする試みがあるが、これは成功しなかった。ジェシカと夫のロバートは共産党の活動的なメンバーだった。1953年にマッカーシズムと赤狩りが最高潮に達していた際、二人は下院非米活動委員会に召喚された。二人とも自らが過激派グループに参加していたかについての証言を拒否した。1956年にジェシカ・アステンシルで刷ったパンフレットライフ・イッツ・エルフマンシップ・オア・ハウツ・ビカム・エープリサイスリー・ビコーズ・マンを刊行した。姉ナンシーが共著者として参加し、イギリス英語における階級差について編纂した著書ノブレス・オブリージュは、有と非有な英語、つまり上流階級と非上流階級という言葉を広めたが、ジェシカはそれに応えて得ると非得る、つまり左翼と非左翼な英語について書き、全面階級闘争において同志が使うクリシェを風刺した。本作のタイトルはスティーブン・ポッターによる風刺的な作品シリーズの文字入りで、このシリーズの中にはライフマンシップという著作もあった。現在の政治的状況を鑑みると、党の外でも社会正義のためにもっと活動ができると考え、ソビエト連邦での共産主義の展開に幻滅したジェシカとロバートは1958年末に党を辞めた。1960年にジェシカは初めての著書、令嬢、ジェシカの反逆を刊行した。この作品はリーズデール家で過ごした若き日々に関する回顧録である。1961年5月にジェシカはアラバマ州モンゴメリーに旅し、エスクアイアにアメリカ合衆国南部の申請についての記事を書いた。滞在間、ジェシカは友人とフリーダムライダーズの到着に立ち会い、クークラックスクランがに率いられたボートが公民権、運動家を襲撃する暴動に巻き込まれた。暴動の後、ジェシカはマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが率いる決起集会に参加した。この会合に使われた教会も KKK に襲われ、ジェシカを含めた一同は州兵による暴力が鎮圧されるまでバリケードを築いてその中で一夜を過ごした。ロバートは組合や死亡給付金に関する仕事をする中で葬儀業界に関心を持ち、ジェシカにこのテーマについての調査記事を書くよう強く勧めた。フロンティア誌で発表された記事、聖ペテロ様、お呼びではないのですかは、あまり広く流通したわけではなかったが、ジェシカが葬儀業界代表者2名と地方局のテレビ番組に出演した時に、かなりの関心を引きつけた。一般大衆はこのテーマに関心があると確信した、ジェシカはアメリカ式死に方を執筆し、1963年に刊行した。この本でジェシカは、悲しんでいる家族を利用する無節操な業界の習慣を厳しく批判した。この本はベストセラーになり、葬儀業界に関するアメリカ合衆国議会、聴聞会も開かれた。この本はトニー・リチャードソン監督が1948年のイーブリン・ウォーの短編、ご遺体を原作として1965年に撮った映画、ラブド・アンにも影響を与えた。アメリカ式死に方の後、ジェシカは調査報道を続けた。1970年にはアトランティックマンスリーに今こそフェイマスライターズを見直そうを書き、ベネット・サーフが設立した通信教育講座フェイマスライターズスクールが疑わしい運営を行っていると暴露した。1972ベンジャミン・スポックをはじめとする5名の男性が徴兵法に違反した角で起訴された裁判を追ったザ・トライアル・オブ・ドクター・スパッチ、ザ・レブ、ウィリアムス・ローン・コフィン、ジュニア、マイケル・ファーバー、ミッチェル・グッドマン&マーカス・ラスキンを刊行した。1973年にはアメリカの監獄システムを厳しく批判したカインド&ユージュアル・パニッシュメント、ザ・プリズン・ビジネスを刊行した。ジェシカは1973年の秋学期にサンノゼ州立大学特別教授になり、ウォーターゲート事件やマッカーシズムの時代をカバーするザ・アメリカン・ウェイという授業を担当した。忠誠の誓いと諮問提出について学部長と意見が合わなかったため、キャンパスでは抗議活動が行われ、ジェシカは教育を続けるため裁判に訴え出ざるを得なかった。1988年にテレビ番組アフターダークに出演するジェシカ・ミッドフォード。ジェシカの2冊目の回顧録A Fine Old Conflictはアメリカ共産党に入党し、結局退会するまでの経験を面白おかしく書いた作品である。ジェシカは若い頃、共産主義傘下、インターナショナルのカシティズ・ザ・ファイナル・コンフリクト、これが最終闘争だを Tis the fine old conflict、これが伝統ある良き闘争だだと思い込んでおり、タイトルはこれによる。ジェシカは同僚のドビーに共産党入党を勧められた時のことを思い出しており、その時に絶対誘ってくれないと思ってた。と答えたという。ジェシカは党の保守的な構造に苛立ち、ある時はイベントの人を集めるため、女の子というポスターを印刷して女子部会をびっくりさせたという。執筆と政治活動に加えて、ジェシカは音楽に挑戦し、デッカ&ザ・デックトーンズというカウベルとカズーのオーケストラで歌手を務めた。多数の慈善興行で公演し、サンフランシスコのバージンレコードストアの屋上でシンディ・ローパーの前座を務めた。2枚の短いアルバムも録音しており、そのうち1つにはマックスウェルズ・シルバーハンマーとグレース・ダーリンのカバーが入っており、もう片方は友人で詩人のマヤ・アンジェロとのデュエット2曲を収録している。最後の著作はアメリカ式死に方裁縫と題した前著のアップデート版である。ジェシカは1996年7月23日、78歳で肺がんで死去した。個人の希望でお金のかからない葬儀が行われ、費用は 533.31 ドルだった。儀式なしで火葬され、灰は海に撒かれたが、火葬自体にかかった金額は475ドルだった。亡くなった際、サンフランシスコクロニクルのコラムニストだったハーブ・ケインは、個人の個性的で独創的な存在感について触れた。夫のロバートは、妻より5年長生きした。ジェシカの娘コンスタンシア・ロミリーは、母の活動を受け継ぎ、学生非暴力調整委員会で活動し、ディレクターのジェームズ・フォーマンと事実婚で2人の子供を設けた。子供の一人であるジェームズ・フォーマン・ジュニアは、イエールロースクールの教授である。著述家のクリストファー・ヒッチェンズは、ジェシカ・ミッドフォードを称賛し、令嬢、ジェシカの反逆を高く評価している。ハリー・ポッターシリーズの著者、J.K. ローリングは、2002年に自分が影響を受けた作家として、ジェシカ・ミッドフォードを挙げている。2006年に、ジェシカの書簡集デッカを、サンデー・テレグラフでレビューしている。2013年に、デビッド・ボウイは、アメリカ式死に方を好きな本のうちの一冊に挙げている。デッカ、ザ・レターズ・オブ・ジェシカ・ミフォードの一部は2006年11月、BBC ラジオ4の15分番組ブック・オブ・ザ・ウィークで放送された。クリス・ウォリスが、プロデューサーで、ロザムンド・パイクとトム・チャドボンが読み手を務めた。ミッドフォード家の系類を示す、家系図、婚姻を通じて、ラッセルやチャーチル家などにつながり、アレクサンドラ王女を通じて、英王室につながる。ありがとうございます。